クラスヌイホルムの紋章をクラスヌイホルムは、ロシアのトベリ州北東部にある都市。町の名は、赤い丘の意味。人口は2002年全ロシア国勢調査で6396人。州都、トベリからは北東へ175キロメートル。モロガ定地に位置し、ボルガ川支流のネレリナ川とモゴチャ川が流れる。またモスクワから、サブヨロボソンコボを経てきた鉄道が通り、 この5 0トルほど北でベシエゴンスク域とペストボサンクトペテルブルク域に分かれている。東には人造湖ルイビンスクことルイビンスク市がある。クラスヌイホルムは1518年にスパスナホルムの名で文献に所出する。この村は1764年に世俗化されるまで近くのアントニエフ聖ニコラス修道院の領地であった。17世紀初頭の動乱時代には ポーランドリトアニア共和国軍により、修道院も村も破壊された。1776年には、市として認められ、現在の名になった。1899年には、サンクトペテルブルクからクラスヌイホルム、ソンコボを経て、東のルイビンスクまでの鉄道が開通し、クラスヌイホルムは、物産の集積地として栄え開発が進んだ。町から数キロメートルのモロガ川沿いには、 町の誕生のもとになったアントニエフ修道院の廃墟が立つ。この修道院の聖堂は1481年、モスクワ大公バシーリー二世紀の大密語アンドレイ・ボルショイにより建設が始められ、1493年に建造されその半世紀後に石灰岩で建て直された。トベリ州内最古の建物の一つである、この聖堂はソビエト連邦時代に破壊された。 聖堂は屋根を失い廃墟となったが、荒廃した外壁が今も建っている。修道院のその他の聖堂や建物は16世紀から17世紀に遡るが、いずれも完全に破壊されている。クラスヌイホルムには繊維、機械、食品などの工場が立地する。ありがとうございます。